はい、よろしくお願いします。今回は中学校3年生の英語疑問詞プラス2の文についてお送りします。で、前回の動画でね、It's for two についてやったんですけど、今回は疑問詞プラス2です。いいね。で、ポイントも含めて1番から11番まで。で、この1、2、3、4は How to の意味、What to の意味と、そんな感じでね、意味を書いてください。いいかな？では、できそうな子はぜひ動画を止めてチャレンジしてみてください。で、ちょっとね、苦手そうな子だったり、あとはね、まだ習ってない子なんかはね、一度説明を聞いてもらえたらと思います。では、早速ね、ポイントから始めていきますので、どうぞよろしくお願いします。じゃあ、行くか。ね。で、今回、この疑問詞プラス2、疑問詞って、まずそいつなんやねんっていうね、思う子もいると思うので、疑問詞っていうのは、how、とか what、fen、fair、他にも who とかもあるんだけど、こういうのを疑問詞って言います。で、この疑問詞に to がぴったりくっついてる。で、この文についてやっていきます。いいね。で、このポイントの4つ。これさえ覚えちゃえばどうってことないです、ここは。まずね、ここ頑張って覚えましょう。では、いきます。how to から。how to の意味は、このほにゃららのやり方です。意味は。ね、やり方と覚えてください。で、what to これは what が何って意味があるんだよ。で、それをうまく使って何をほにゃららするべきかと覚えておいてください。文の中で意味でね使うときはちょっと形が変わることが多いんだけど、まずこれを覚えておく。だから何をするべきかってことだね。で、次、fen。fen はいつ。だから、これに似てるね。いつ、ほにゃらら、するべきかとなります。ね。これ今ね、今でしょうが流行ってるから、これ聞くとちょっと嫌な感じしますけどね。あえて言わずにいきましょう。では次、fair to だね。fair、これ、どこになるので、どこで、ほにゃらら、するべきかという意味になります。で、この「どこ」では「どこに」の場合もあるので、大丈夫だと思うんだけど、一応ね「どこで」と「どこに」があると覚えておいてください。この「how to」だけね全く違います。ほにゃらのやり方なんだけど、あと3つは「するべきか」がつく。で「what」だから「何」「fen」だから「いつ」「fair」だから「どこ」になります。いいかな。で「to」の後ろね、何かが必ず来るんですけど、to の後ろっていうのは前回と同じです。絶対に動詞の原型が来てください。ちょっと待ってね。動詞の原型と。ね、こういう風になります。では、実際にね、これ、問題やっていきましょう。で、6番、ちょっと珍しくね、日本語書く方やります。I know how to play tennis です。で、まず、私はあるね。で、知っているも No である。あとは How to play tennis です。で、ここちょっとね、疑問詞使ってるとこなんで青にしましょう。How to play tennis。How to でやり方になります。で、play はする。テニスだよね、あと。テニスをするやり方。ね、ちょっとそれうまくね、訳し方を変えて、テニスのやり方と。これで OK です。似た意味だったら OK だからね。テニスの仕方とかでも OK だし。いいかな。こういう風に訳します。では、ここから英語いきましょう。ここだ。彼女はそれの作り方を知らない。だね。いきます。まず、she があるから彼女はをカット。know があるから知るなんだけど、知らないなので、ここに否定が入ることがわかるよね。否定が入るためには、don't か doesn'tか didn't、どれかが入るんだよ、きっとな。他もあるけどさ。で、今回、知らないってことは現在形でしょ。ってことは、don't か doesn't になる。で、主語が she なので、三単元がつくから、ここは doesn't になります。いいね。これで知らないカットしちゃいましょう。で、あとは、それの作り方。でしょ。作り方ってことは、作るやり方って意味だから、how to を使ってください。で、そのまま、how to、これね、how to make it。それを作るやり方。つまり、それの作り方と、こういう風になります。いいかな。これが How to です。では違うの言ってみましょう。彼は何を買うべきか知っている。だね。He があるから彼はをカットしておきます。で、まず知っているからだね。今回は否定文ではないので普通に No いきましょう。で、赤が知っている現在形で No。でも3単元ね。He だから3単元の S つくので Knows にしてください。これで知っているをカットしておきます。で、あとは何を買うべきかだね。何をだから what to です。ね、何を買うべきか。こういう風になります。で、まず what to をそのまま書いちゃう。what to。で、あとは買うべきか。だから買うだよね。つまり buy が入ります。He knows what to buy。これで彼は何を買うべきか知っているっていう感じになる。つまり英語を作った時にこの what to のところ、これが一塊の意味になります。何を買うべきかっていう塊ね。テニスのやり方、それの作り方っていう感じで、そのイメージを持っておいてください。では次、私はいつこの試合を始めるべきか知らないだね。では行きましょう。まず I があるから私はカット、 No もあるね。で、知らないにしたいんだけど否定文か。だから先に書いちゃおう。知らない現在形だから don't とか doesn't で、主語が I なので普通に don't になります。で、これで知らないカットだね。あと this game この試合だね、カットしておきます。あとはいつこの試合を始めるべきか、いつ何々するべきかって来てるから、やっぱり when to を使います。いつがあるからね。なのでwhen to ときて、あと始める、ね、試合を始めるとかはスタート使ってください。これで OK。 I don't know when to start this game って感じでお願いします。あと2問頑張ろうね。いくよ。私たちはどこに行くべきか知らなかったっていう感じでいきましょう。では We があるから私たちはをカット、 No ね、また書いてあるんで知らなかった、また否定文なんでちょっと気をつけようか。否定文なんでここね、なんか入るんですけど、知らなかったなので過去形になります。で、過去でもう否定文にしたいから、ここはもういいね、 didn't を使ってください。過去だからね。 didn't know で、あとはどこに行くべきかです。で、どこを使ってるから fair to を使います。 fair to です。で、あと行くべきか、行くがあるから fair to go と、こういう感じになります。さあラスト1問いきましょう。あなたは何をするべきか知ってますかっていうね、今度質問です。疑問形でいきましょう。ではまずこれ見た時に、今回全部書き、全部書く問題なので、何をするべきか、これが一塊なんだってことをまず考えます。で、何をするべきかだから何、これでしょ。つまりどっかに what to、 そしてするべきかの時は do を使います。そのまま what to do って、これがどっかに入る。だけどまず質問するために、あなたは知ってますかが先になきゃいけない。で、あなた you だよね。で、知ってますかって現在形だから普通に do から始めます。で、 do you知ってますかだから No だね。 Do you know って、でここに何をするべきかの What to do を入れてくれれば、これで文の完成になります。いいかな。 Do you know what to do って感じでね、お願いします。この疑問詞プラス to の文は長文の中とかね、よく出てきます、中学生だとね。なのでしっかりね、この見分け方ができるようにね、ぜひ身につけるようにお願いします。では今回は中学校3年生の英語疑問詞プラス to の文についてお送りしました。今回もね、見ていただいて本当にありがとうございました。で、次なんですけど ask っていうね文を、ask 文じゃない、ごめん、単語をね使った文、ask だけじゃないんですけど、誰々に何かを頼む時とか、誰かに何かを言う時、そんなねやつを取り上げてやっていきますので、もしよかったらそっちも見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。